交流丸1歳4ヶ月今月大山行って帰ってきたらもう1歳5ヶ月だから大しぶき丸様がね亡くなった年に並んでしまうんだけど、ああちなみに名前若くんはね健康度大丈夫でした、中性も大丈夫でしたねまあねいい奥さんもらえたからね、あらいい奥さんだよ名前若くん、悩ましいな、来月更新かな、少なくとも月をまたいで大山攻めるのは良くなさそうだね、帰ってきた途端に氷丸がっていう展開がなくはなさそうなので、来月更新するかは健康度次第な気もするけど、今月はとりあえず大山行きましょう。出撃メンバーは先々月と一緒でいいかな。なめわか留守番家で、ああそっか、せっかく米見大臣に就任したのにもう見る米がないんだな今、それはいかん、買わなきゃ高いけどね、高いけどまあね何もすることがないっていうのは辛いと思うんで、ちょっとさなめわかのために買おうよ、見る米を、どれぐらい買うかが問題だけどね、ちょっとぶっ込むかいぶっ込むのは良くない気がすんな、どうしようかなすっげえ悩んでんだけど俺こんなところ悩むポイントじゃないぞっていうのは分かってんですよ、分かってんだけど悩んじゃうよねもう一枚でいっか、いやーでもそれはかわいそうだろ、なめよかが気持ちだからな、勢いでいこう、もう13枚謎だな、謎の時間だな今、まあいいですよこれでいきますか、じゃあ大山第2次大山征伐いざ参る、いってらっしゃい。さてと、今月のっていうか今年のか、今年の大山での目標は神様を解放しようというのにしたいと思います。女の子が隊長だと解放できる神様がいるということなので、そいつをね一つ目標に据えてやっていこうかなと。ただまああんまりね無理はしないで、去年カオル子様が進んだところのちょっと奥が見れればいいかなぐらいの気持ちで行きましょうか。まだね白骨城はクリアできたとはいえ、九十郎も総翼院も鳥居千幡宮もね残っている状況ですから、大山はまだまだこれからでしょう。気負いすぎず第二次大山討伐繰り出したいと思います。はい、君たちがあの鬼にかけられたのは短命の鬼、でも温かい家族がいる。ピツト君なんかすげえ久しぶりな気がするな、去年の大山ぶり？そうだよねきっとね、温かい家族がいるか、まあね温かいよ我々は。この姿のまま本当の姿ではないということか。キツト君は神様なのかな、神様だから見た目はね少年だけど結構お年は召しているのかもしれないよね。ずっと一人ぼっちか、寂しいことを言うな、俺たちがいるじゃないか。別に普通に羨ましがってくれていいんだけどその発言がちょっと失礼じゃないかい？まあ呪いを受けてるからな。僕には姉さんがいたらしいんだ。普通に羨ましがってくれよ。姉さん。姉さん、生き別れの姉か。もし呪いが解けたら探してみようと思うんだ。案外近くにいるかもしれないしね。呪いが解けたら探す。案外近くにいるかもしれないしねってことはいるってことだよね。誰だ？案外近くに。いつか先生？髪の色が違うよな。あら、熱狂の赤い日全然来ないね。
ペニコベが一心不乱にこっちに向かってくるの。かわいいな。久しく熱狂の赤い日見てない気がするな。ヒーローあるね。立ち風か。星3つ。星3つは嬉しいけど。まあね、ここであんまり時間を使いすぎてもあれなので、痩せにいよう、太りにいようのところまでね、ババーンと積んじゃいましょうよ。おー、ハヤテの腕は二つ目。じゃあ、ペロミちゃんかな。ハヤテのペロミで行きましょう。君らちょっと、何してんの邪魔くせえ。もう君ら。君ら黙って絶滅しててくれないか、ベニコベは。進むぞー。去年と同じく4号目の宝箱で競争薬系をね、ゲットできたんだけど、ハゼルちゃんに使おうとしてちょっと思いとどまったんですが、ハゼルちゃんの代でゲットした競争お薬系は蔵に取っておいて、で、代替わりして新しい投手になったら全部ぶっ込むっていうやり方はどうかしら。それでやってみようか、ちょっと。まあ、携帯袋がパンパンになったらその時はね、飲むけどね。お！止まった。火流、飛流。どっちかな？やりましたぞ。火流って言うんだね。実は火流を習得するための教本。敵使ってきてたっけ？なんかあんまり覚えがないな。さあ、痩せにいよう、太りにいようまで参りましたぞ。みんな結構食らってる？ペキリュウマルが100ぐらい食らってるね。ちょっとさ、落ち棒を使ってみようか。本当は鳥居千万宮で使ってみるつもりだったんだけどさ、機会がなくて使わずじまいだった。落ち棒。威力12で仲間全員の体力を中回復。中回復ってことは、押しず同等ってことだよね。それを技12で使えるのはなかなかいいな。行ってみますか。はい。落ち棒！体力全開！体力全開！ 84 か。80前後ぐらいですかね。回復量はね。回復アイテムあったっしょ。時はの飛躍とか。うん。よし、じゃあこれで、痩せにいよう、太りにいようにに挑もうじゃないか。来ちゃった。通さぬぞ。通さぬぞ。後ろの声の方があれだよね。いい声だよね。あ、勘定奉行にっていうね。っていうねって意味がわからないかもしれないけどね。いいよ、ついてこなくても。あ、来たな。お、黄色い、トンクイズス？大筒かな？あ、ペロミちゃんに。お、やるね。いいダメージもらっちゃったな。よし、じゃあ、どうしよっかな。王子の指輪はもったいないな。そこをしぶき丸さんも使うほどではあるまい。去年もね、そんなに苦戦してはいないと思うので、通常攻撃で押していこうじゃないか。みんな、ハゼルちゃんに無人だ !78。無人っす。ハゼルちゃん様、無人っす。あと、この敵の並びだと、あれだな。ペキリューマルがいいよね。あー！やってくれる。やってくれるじゃないの。ひなしか。新潜水使う？いっか。いいよな。通常攻撃でどれぐらいいける？お！避けおった。意外に小回りが効くな。ハゼルちゃんに新潜水か。いや、いいよ。もう殴れ殴れ。ボリュー、ボリューパンチ、おお、クリティカルだからか、すごい威力だった。三無人かけた、三無人かけたハゼルちゃんの、何やらい、おおし、HP 多分ね、500ぐらいだよね。この人ね。連弾球なめようか。
どれぐらい使うんだっけ。あ、結構使うな。ダメだダメだダメだ、これはダメだ。じゃあカランカの合わせ行ってみますか。3人使えるはず。あ、そっか、ひなしかそっか、単独でいっか。単独カランカ。おお、初めて使うかもね、カランカね。チェスト。おお、通常攻撃で打ち取りました。ヒーロー止まってほしかったな。いい上がりだ。さあ、じゃあこっから先は未知の領域だね。一回回復しよう。残り炎4つ、これでどこまでいけるか。お、大江郷朱雀王子、枕大将がいるな。編成は、お、なんかすごい、なんか打ちそうなバッティングホームのやつがいるな。金か。ヒーローもあったんだけど。34。金棒鬼。面白い。鬼に金棒と、ハゼルにかまいたち。どちらが強いか。試してやろう。終わりかい。まあ、敵の構成はちょっと変わってきたようだが、我々の敵ではないな。まだいけるな。お、またニューフェス。すげえすげえ、金が、お、星ばっかだな。あ、これはこれで美味しい。金棒鬼と下のやつはなんだ。ザンバキ。ランバキってやつは九十郎にいたけど。ザンバキか。鬼鬼しいな、敵。見た目は強そうだけど、うちのハゼルの方が強いよ。強すぎる。おー、すごい経験値だ。こりゃ、美味しいな。無言爆死おじさんよりくれ、お、待って待って待って。ほらー、新しい大将がいる。新しい大将だ。しかも、あいつじゃない？主の首輪持ってんの。そうだよね。天狗って釣ってたような気がするぞ。上がってみよう。絶対こいつ、うおー、なんかグールみたいなやつ連れてる。主の首輪が、あ、氷類弾来た。氷類弾来ましたが、氷類弾来ましたが、主の首輪なかったね。緑だもんね、主の首輪。スロットにあれば、一目でわかると思うんだが。後ろのやつは、あ、こいつの名前もあれだな。砂取り大将。おい、うちの師匠高名取り大将って言ってなかったっけ。読めないとも言ってた気がするけど。で、後ろは猛者姫。猛者姫 A と猛者姫 B がいる。まさか姫とはつゆ知らず。姫とは思わなかったな。どんな姫なんだろうな。とりあえず、砂取り大将を狙いたいね。ハゼルちゃんの一撃に耐えられるかな？お！耐えおった。耐えおったなぁ。ペキリは？モジャ姫 A にも。貫通！よし、倒せた！倒せた！ハゼルちゃんプラス、誰かの攻撃で倒せるレベルだな。ホールイダン美味しいです。もう一回。ワンモアチャンス。やっぱ編成によって死の首輪が出てくるかどうかが変わると思うんだが、ないね。こいつは百面鬼。百面タイタン。ABCD か。強いかな。ライデンと使ってみるか。ナメルがね、取ってきてくれた術ですよ。ライデン！どうよ？もうワンライデン。もうワンライデンで倒せるような気がする。百面鬼たちは。よし。で、ハゼルちゃんの一撃でいけるような気がするが。よし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 。勝負になるね、十分。ちょっと待って、こうなってくると、ん？これはどうなってんだ？奥、呪殺の日。
砂取り大将がいっぱいいる。砂取り大将がいっぱいいますよ。あ、なんだこれ。弓がいっぱい。おお、折れた弓、折れた弓が2つ来た。あと桃太弓か。とりあえず風邪てくれ。こいつの名前はウサン。ウサン。アクセントをどこに置くのかがわからん。まあ何にせよウサン臭いやつだな。とでも言うと思ったか、バカめ。言わんぞ。桃太弓と折れた弓二つ。折れた弓ってなんだろうな。攻撃力5。ちょっと思ったのが、商業とかに投資すると、新しく鍛冶屋っていうのができて、で、そこに持っていくと、すげえ強え弓に直してくれたりするのかなと思ったんだけど、二つ来てんだな。二つあるっていうことは、どういうことだい？そんなに強くない。単なる外れアイテムかな。わからん。桃太弓は？女弓使い専用か。攻撃力66ってあんまり高くない気がするな。下がるね。下がるね。折れた弓89も下がる。そうですか。これが呪殺の日か。お！調べられる。復讐を遂げる日まで、安らかに眠るなかれ。これは、これ誰から誰宛てのメッセージなんだ？脇下一族？脇下一族に送るメッセージがなぜ大山にある？誰だ？ゲンタパパか。わからん。あ、炎残り3つが。お、まだこれ残ってるよね。亡者姫か。ちょっと、死のく、お、わだつみの符。符ってことは、消費アイテムだよね。攻撃アイテムだな、きっと。ゲットした。和田積みの符。敵全員に水をぶつけて特大ダメージ。これは、雷太鼓の符は大ダメージだからもっと強いんだろうな、和田積みの符は。炎風も大ダメージか。いいアイテムなんだろうが、あ、健康度は注意になっちゃったな。もうじゃ秘密。ヒロー！なんかすごい名前のやつなかった？絶輪って見えたよ。王者姫を立ち持ってんのかな。とんだ姫様だぜ。な？おい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 、ペキシューマルくん。マルコ覚えてるじゃない。いつの間に、あれ？いつの間に？やだわー、ペキシューマル様。しれっと覚えてらっしゃったのね。そういうところあるんだから。自分が結構食らってんのか。マルコちょっと使ってみます。押し図だと80ぐらいなんだよね、回復量ね。あ、ハゼルちゃんの方が食らってんじゃん。ハゼルちゃん今120食らってるから、マルコで、おーい、120以上回復できんだ。すげえ強えな。今回もね、実、今二つゲットしてんだっけ？まだまだ行っていいんだよ。黄色いなぁ。V 人の弓。V 人の弓って、いつか先生が手作りしてんじゃないんだっけ？勝手に俺がそうイメージしてただけか。普通に敵が持ってんのね。これは、外れかな。チラッチラ見えんなぁ。絶輪耐水乳って書いてあった？なんだろうな、興味あるわ。倒しつく、あー、消えちゃう消えちゃう。お。次のマップも砂取り大将いっぱいいる。マップ切り替わるとどうかな？死の首輪、持ってる。止まれ！よしよしよ、あ、暴れ石も来た。取り乱しちゃったけど。暴れ石、あ、暴、
君らな、アバレイシってな、言いづらいんだぞ。なんかしれっとニューカマーがいるけど、人柱かわいそうな名前だな、なんか人柱くん、人柱 A、 人柱持ってんな柱。ちょっとね、人柱に構ってる余裕はないな。砂取り大将倒す。まあハゼル様のおかげでなんとか普通に倒せました。いやー、足の首は来ましたね。これで目標達成だね。うわ、すげー、天狗から出てきたな。カッパからカッパが出てきた時と同じような感じだね。風車のおしちさんはな、風の車から美女が出てきたんだけどね、まんま出てきた。残り炎一つだけど、行けるところまで行きましょうか。こいつらか。これ弓の編成。おとなしの弓とかもあるね。おー、来た、おとなしの弓来ました。来ましたぞ。ほら、俺がめっちゃ欲しがってたやつじゃん、白骨城で。ヘロミちゃん、あー、避けられた。なんて言った、焦るな。やったよー、ペロミちゃん、おとなしの弓。これは嬉しいな。すげえ、なんかもう弓まみれなの。おとなしの弓はね、俺が睨んだ通りだったら属性ついてるんですよ。風ね、風。いくよ、せーの、うい。なんでだよ、呪われとるやんけ。はぁ、しかも攻撃力もそこまで高くないぞ。待って待って。呪われてんの？え？これだ。もうすげえ下がるし。なんだよこれ。思ったのと違う。思ったのと違うわ。名前だけだったらね、めちゃくちゃかっこいいのにな。なんてこったい。ちょっとさ、カオルコ様はさ、今すげえ強いんだけど、他のみんなのね、攻撃力を上げるためにも、いい武器が欲しいんだけど、人柱くんいっぱいいるなぁ。お、交流が成長。どうかな、奥義。来い。難しいね、なかなかね。あー、終わった。終わりましたか。どうかなぁ。交流丸まだいけそうかな。でもまあ、今月はね、目標も達成することができましたし、入りますか。いやー、戦果は上々だよ。なかなか、術もね、二つゲットしたし、弓もいっぱい持ち帰ったしね。はい。ただいま。なかなか良かったよ、今年の大山は。新しい術の巻物。ほら、三本か。狩竜と、なんだっけ巻物の名前を書き出してきました。読み上げます。あ、そっか、香類弾も取ってたな。あ、アバレイシね。以上の3本です。新しい術をどなたが最初に自分のものにするか競争ですね。そうだね。結構みんなすぐ覚えそうだけど。朗報です。天界に風神、虚空坊岩花様がお戻りになられました。虚空坊岩花。結構強かった覚えはあるけどね。これも一重には岸田家の活躍の賜物。今度天界に戻った時、いつかバーンと自慢しちゃいます。存分にしてくれたまえ。今月で大山の門が閉じます。どうしようかな。お！なめわかの子供か。おめでとうございます。男のお子様です。野菜がお嫌いだそうです。どうしましょう。なめわか、お前の子供、好き嫌いが激しいぞ。いいのか、そんなことで。良い名前をつけて。お！黒いな。黒いね。第一印象黒いなになってしまうな、どうしてもな。まあでもそんなに違和感もないよね、黒い肌であってもね。ヘロミちゃん黒かったら違和感の塊だもんね、多分ね。わかんないけど。親には似てないけどな、なめわかとおちっさんの子なんだけど。あ、俺ね、わかったよ。この子ね、多分ね、おじいちゃんになんだわ。あの犬の、あの犬の血を色濃く受け継いでるんだな。学生遺伝で出ちゃったんだろうな、多分な。
なめよちゃんなめわかはね、凛々しい感じだったけど、なかなか野生味あふれる感じでいいんじゃないかな。じゃあステータスちょっと見てみようか。おー、ちゃんと強い、ちゃんと強いね、よかった。あのね、ちょっと心配してたのが、なめよけね、今奉納点的にかなりリーズナブルな家計になってしまっていて、セマラさんもね、700円神様だし、ナメワカのね、お相手のおしちさんも1700円ぐらいの神様なんで、他の家計と比べるとちょっとね、奉納点的にだいぶ激安一家になっちゃってたんで、能力値的に見劣りしないかすごい心配していたんだけど、これは十分強いって言えるよね。ちゃんとナメワカよりアップしてる感じもするしね。よかった。安心です。じゃあ、名前どうしようか。こう、ワイルドな感じにする?トラカゲ。脇下トラカゲっていうのは、どうだい?最初ね、狼にしようかなって思ったんだけど、見た目、トラに近いかなと。黄色と黒だしね。あとはもうあれですよ。脇にね、ベンガルトラのシルエットをね。にじませるような偉大な男になれよという気持ちの表れですよ。明下虎影くん、いいと思います。さあ、職業どうしよっかね。ちょっと悩むな。見た目から言うとね、野生児っぽいからさ、憲法家もありかなってちょっと思うんだけど、やはりそこはね、お父上がなめ若丸様ですから、プケンナメワカマルを伝承してもらいたいよね。あれ結構さ、野生的な動きするからさ、似合うと思うんだよな。トラカゲは剣士にしよう。いいと思います。トラカゲ様の職業は剣士でよろしいですね。はい。いやー、よかったな。それなりにいい素質の子供が来てくれて。さて、続きまして相和変動のご報告どうかな。米は会期配の25両高。おお、現在225両。あげるねー。仕事するなー、なめわかは。やるじゃない。以上です。いいね、いいね、いいね。買ってよかったね。もっと買っとけばよかった?まあ、でも上がったっつっても25両か。引き続き、今月新たな術を習得された方。みんな覚えたんじゃない?トラカゲがどれぐらい覚えたかによるな。うわ、すげえ。26種。さて、今月は何の仕事からお始めになりますか?順風満帆だね。よし、じゃあちょっと、まあ気になるのは健康度かな。